シャンクスの全ての謎の考察。現在物語もクライマックスを迎えているワンピース。そのワンピースで最も注目されているのがシャンクスの謎。シャンクスの血筋であるフィガーランド家とは、五老星に密告したある海賊の正体とは、最後にロジャーからかけられた言葉とは、そしてシャンクスの能力とは。このようにシャンクスにはですね、数多くの謎が散りばめられているんですが、今回は作中における全てのシャンクスの謎、伏線、考察についてですね、完全に網羅してシャンクスを丸裸にしていきたいと思います。ということで今回は4校赤髪のシャンクスの全ての謎について徹底考察したいと思います。なお大戦69話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。新世界を支配する四皇の威嚇で赤髪海賊団大頭のシャンクス。そんなシャンクスはですね、主人公モンキー・ディルフィーの命の恩人であると同時に憧れの海賊でもある男でもあることからですね、作中で最も重要な人物の一人でもあります。しかし第1話から登場しているにもかかわらず、最終章に突入した現在でもシャンクスの言動や行動には未だに多くの謎が残っているんです。今回はそんなシャンクスの全てがわかるように謎の考察を含めシャンクスについてまとめていきたいと思います。シャンクスといえばトレードマークである赤い髪と左目の上にある3本線の傷が特徴ですよね。そして服装は第1話から大きな変化はなく、黒いマントを羽織りですね、白いシャツに柄のあるズボンが通常衣装となっていて、さらに右の腰に哀悼グリフォンを下げています。そんなシャンクスの性格は基本的に非常におおらかな性格で、自分がどれだけ侮辱されようが大抵のことは笑って済ませてしまう度量の持ち主。どんな理由があろうと俺は友達を傷つける奴は許さない。しかし自分以外の大切な人間に対してはその限りではなくですね、友人を傷つける敵に対してはどんな理由があろうとも決して許さない男気のある性格をしています。そして友人を助けるためならば自分自身どんな犠牲を払うことも厭わない一面もあり、実はルフィを助けるときに左腕を失ってもシャンクスは笑っていました。一方でシャンクスは敵と認識した相手には海賊らしく一切容赦せず、五老星からも暴れられれば手に負えんと評価されています。敵でも白ひげは敬意を払うべき男さ。しかし白ひげなどたとえ敵でも敵味方を超え一人の人間として接することができ、他の海賊たちとは一線を画すような存在感を持つに至っているんです。そしてシャンクスでまず注目したいのはその強さです。4皇という地位、そして懸賞金額が40億4890万ベリーという歴代5位に食い込むほどの高額からもわかるように、作中でもかなりの実力者であることは間違いありません。そんなシャンクスの強さの秘訣は大きく2つあります。それが剣の強さ、そして覇気の強さとなります。まずシャンクスの強さの秘訣の一つがシャンクスの剣の腕前です。第434話で白ひげのセリフによって判明した通り、両腕が健在だった頃は世界最強の剣士ミホークと互角に渡り合うほどの剣の腕があったことも明かされています。その戦いの日々はですね、伝説とまで言われているほどで、いかに激しいものだったか想像できますよね。ふん、片腕の貴様と今更決着をつけようなどとは思わん。しかしミホークもこう語っている通り、片腕を失った現在のシャンクスの剣の腕はかなり戦力ダウンしたとも考察できます。しかしシャンクスが未だに哀悼のサーベル剣グリフォンを指していることからも、波の相手ならば片腕の剣でも圧倒できるという自信の表れだとも捉えることができます。そしてシャンクスの強さの秘訣の2つ目がシャンクスの覇気です。作中の描写などからシャンクスが覇王色、武装色、剣武色の3種類の全ての覇気が使えるのはまず間違いないでしょう。まず武装色の覇気についてですが、第579話で当時の海軍大将だった赤犬のマグマの拳をグリフォンで防いでいます。赤犬はロギア系マグマグのみの能力者で、もちろんロギア系の能力者に対抗するには2つの手段しかありません。まず1つが能力の弱点を救う方法で、例えば砂になれるクロコダイルの砂砂の実に対してはルフィが砂を固める水で対抗したような手段です。しかし頂上戦争ではシャンクスは明らかにですね、グリフォン1本でですね赤犬の一撃を防いでおり、とてもですねマグマの弱点をついたようには見えません。そこでもう一つの対抗手段が武装色の覇気をまとうことです。悪魔の実の能力者に対して弱点をつくことを除いては、この武装色の覇気がこの世で唯一の対抗手段である。ほぼ無敵にすら感じるロギア系の能力者の流動する体も実体として捉えることができる。レイリーがこう解説していることからもわかる通り、確実にシャンクスはですね武装色の覇気の使い手であることがわかります。さらに赤犬クラスの一撃をたやすく止めていることから、かなり高練度の武装色の覇気をまとえると考えられるんです。
次に見聞色の覇気についてですが、第1054話でシャンクスはワノ国に入国していた緑牛の気配を察知していました。妙なのが入り込んでんな。前後の描写から見てもシャンクスの緑牛に対しての発言だということがわかりますが、この次の第1055話ではピンポイントで覇王色の覇気を緑牛に飛ばしていることから、シャンクスは緑牛の気配を察知しているのはほぼ確定です。この時シャンクスはですね、ワノ国近海に停泊していたので、緑牛の存在を知るにはですね、見聞色の覇気が必須になります。そしてそこで注目したいのはシャンクスの見聞色の覇気の気配察知できる範囲の広さです。緑牛の進行を止めていたモモノスケたちはルフィたちが宴を行っている花の都から離れたところで戦っていたと思われますが、それでもですね、海上からワノ国の本土の気配を察知できるのは最低でもですね、数キロ単位の気配察知の範囲がある可能性があります。もちろん海軍対象である緑牛の覇気が強いから気配察知しやすかったという可能性も十分考えられますが、それでもですね、現在登場している見聞色の覇気使いたちと比べてもその異常さがわかるでしょう。そして覇王色の覇気ですが、これこそがシャンクスの最も強力な覇気となります。敵戦につき少々威嚇した、相変わらずすげえ覇気だ、雲が、いや天が割れた、そんなに怖いか信じたいが、しかしどえらい覇気が飛んどったのを、第434話と第1055話とそれぞれ超強力な覇王色の覇気を放っています。しかもシャンクスの覇王色の覇気はこれまで登場した覇王色の覇気使いとは桁違いの覇気の強さなんです。まず第1055話ではシャンクスが海軍大将クラスの行動すらも覇王色の覇気の威圧で制限することができていましたよね。そして覇王色の覇気は確かに相手を威圧する覇気で、圧倒的な力量差があれば相手を気絶させることができます。そう、これまでの覇王色の覇気使いは圧倒的な力量差がある雑魚が相手であることが前提だったんです。しかしシャンクスの場合は決して雑魚ではない海軍のトップクラスの戦力を持つ海軍大将緑牛すらも撤退させていましたよね。さらに作中の描写ではありませんが、劇場版ワンピースフィルムレッドでもシャンクスの覇王色の覇気は海軍中将クラスすらも膝をつかせるほどで、大将キザルに冷や汗をかかせるほど凄まじい覇気を放っていました。どちらの場面を見てもシャンクスの覇王色の覇気が強すぎるんです。さらにワンピースフィルムレッドの入場者特典40億巻で明らかになった事実なんですが、シャンクスの覇王色の覇気がですね、見聞色の覇気の未来予知を無効化することができる能力を持っていることが判明しています。そして第434話で白ひげと人たち交えた際に天が割れたことからも推察できる通り、ごく一部の強者のみが扱える覇王色をまとう高等技術も当然習得していると考えられます。以上から見てもですね、シャンクスが超強力な覇王色の覇気の使い手であると同時に、作中でも特殊な覇王色を持っていることがわかるんです。そんなシャンクスですが、作中では現在のところ一切描写されていないのですが、先ほども触れた劇場版ワンピースフィルムレッドで一つの重大な事実が明かされました。念のため断っておきますが、ワンピースフィルムレッドは総合プロデューサーとして作者である小田先生が監修を務めているので、ワンピースフィルムレッドで明かされた事実は同じ小田先生の考えた設定と解釈して進めます。ではシャンクスについてどんな事実が劇中で明かされたのか。それがシャンクスのファミリーネームです。あの娘がフィガーランド家の血筋でもか。状況を軽く説明すると、世界政府が危険視していた能力を持つ劇場版のメインキャラクターである歌は、それゆえに世界政府から目をつけられていた立場でもありました。そんな中ルフィによって実は歌がですね、シャンクスの娘であるということが明かされるんです。当然デンデン虫を通してマリージョアで状況を見守っていた五老星たちもこのルフィの発言を聞いていました。そして五老星はまさか赤髪に娘がいたとはと驚きとともにですね、同時にフィガーランド家の血筋という言葉を発し、歌への攻撃に対して躊躇する描写があったんです。実際にはですね、歌はシャンクスの血のつながった娘ではなく、育て上げた子供という意味での娘だったんですが、前後の文脈からするとですね、五老星は歌がシャンクスの実の娘であると勘違いし、フィガーランド家の血筋と語っている可能性が非常に高く、そうなるとシャンクスイコールフィガーランド家ということがほぼ 100% 確定することになります。さらに後ほどまとめますが、入場者特典員の40億巻にゴッドバレー事件でロジャーが奪った宝箱に赤ん坊だったシャンクスが入っていたことが明かされています。このゴッドバレー事件で宝箱を持っていた可能性が高いのは天竜人がロックスだったんですが、宝箱にシャンクスが入っていたことからほぼ間違いなく天竜人所有のものだと推測できますよね。そして先ほどの五老星の発言からシャンクスイコールフィガーランド家ということが判明してくるので、フィガーランド家イコール天竜人と事実にもつながってくるんです。そしてこのフィガーランド家は天竜人の中でも由緒正しい家柄である可能性が高く、五老星も重要視している一族である可能性があります。その根拠となるのが大きく2つ。1つ目に歌の排除に躊躇していたこと、2つ目にフィガーランド家のフィガーの意味。
フィガーランド家が五老星も一目置く一族である根拠の一つが、先ほども説明した通り、五老星が歌の排除に躊躇していたことです。もともと世界政府は歌の身を持つ歌を危険視しており、歌がエレジアでライブする際にですね、コビーたち海軍やサイパーポールを潜入させ、歌を抹殺しようとしていました。しかし、ルフィの暴露によって、歌がシャンクスの娘であり、フィガーランド家の人間だと知ったことから、当初歌への攻撃を躊躇していました。五老星はたとえ同じ天竜人でも、天竜人の血筋だからといって特別扱いしていることがないんです。例えば天竜人の地位を放棄したドン・キホーテ・ホーミング一家は放置していますし、チャルロス殺人未遂事件ではドン・キホーテ・ミョスガルドは神の騎士団によって取り調べの対象となっています。しかし劇中の歌の場合はフィガーランド家だという可能性だけで決断を思い悩んでおり、その時点でフィガーランド家を重要視している可能性が高くなるんです。フィガーランド家が五老星も一目置く一族である根拠の二つ目が、フィガーランド家のフィガーの意味です。当然劇中でのセリフのためフィガーの意味はわからないんですが、実はそのヒントがワンピースフィルムレッドノベライズ版に隠されています。それがこの一文です。ずいぶん小さくなってしまったが、サウザンドサニー号のフィガーヘッドにそっくりだ。そう、選手像とルビーを振らず、わざわざフィガーレッドとルビーを振ってるんです。ちなみにこの選手像は船の船首に取り付ける主に木彫りの装飾食品のことで、サウザンドサニー号なら太陽のような百獣の王のマスコットの部分を指します。そしてこの選手像はフィギュアヘッドともいい、フィギュアヘッドというスペルで表記しました。余談なんですが、このフィギュアヘッドには選手像以外に名目上のリーダーという意味があります。そしてフィギュアヘッドのフィギュアはよく彫像などのキャラクターフィギュアとして知っている人も多いと思いますが、あのフィギュアという意味にもなります。そう、普通に考えたら選手像の読み仮名にですねルビーを振るのであればフィギュアというルビーを振るのが一般的だと思いますが、ノベライズ版ではあえてフィガーというルビーを振ってるんです。つまりここに意図的にフィガーランド家のつながりをですね示唆しているとも受け取れますよね。これによりフィガーのスペルがフィギュアだと判明しました。そしてここで注目したフィギュアには肖像や形などを表すフィギュアの意味の他に象徴、大人物、大盾物という意味もあります。大盾物はですねあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、辞書を引くと次の通りの解説があります。一座の中の一番優れた俳優、転じてある社会の中で一番重んじられる人物、例として正解の大盾者。そしてランドは普通に考えたらランドというスペルになりますよね。ランドは当然島や土地、その国を意味します。つまりフィガーランド家はフィギュアランドとも表記でき、まさに土地の大盾者、国の象徴、国を作り上げた大人物と解釈できるんです。つまり作中で考えるとフィガーランド家イコール世界政府創設の一族とも解釈できるんです。またこの他の根拠としてフィガーランドはですねフィガーラン D の隠し名となっていて、天竜人と D の一族のハーフである可能性もあります。これについてはですね以前別の動画で詳しく考察しますので、今回は割愛しますが、どちらにせよフィガーランド家は五老星にとっても無視できない血筋であるのは明白なんです。そしてフィガーランド家の血筋をシャンクスが引いているのはほぼ間違いないと結論付けられるんです。それではここからはですね判明している事実を時系列にまとめて、シャンクスの足跡を皆さんと共に歩んでいきたいと思います。今から39年前、シャンクスが天竜人フィガーランド家の息子として誕生します。ここで注目したいのがシャンクスの出身地問題です。ウエストブルーの酒だな。あまり上等じゃねえだろ。俺の故郷の酒だ。飲んでくれ。第434話でシャンクス自身が故郷はウエストブルーと語っていますよね。しかしシャンクスがフィガーランド家の人間であることから、本来故郷はマリージュアになるはずです。そしてマリージュアはレッドラインにあるので、当然ウエストブルーが生まれ故郷になることはありません。しかしシャンクスの生まれ故郷がウエストブルーであるケースが3通り考えられます。それがですね、一つ目に、シャンクスがロジャーに拾われた場所が故郷だった。2つ目にですねロジャー海賊団の初期の拠点、そして最後3つ目にシャンクスの母親が下界に戻された人間となります。シャンクスの故郷がウエストブルーとなるケースの一つが、シャンクスがロジャーに拾われた場所が故郷となる場合です。つまりですねゴッドバレーがウエストブルーに存在していた島だった場合です。この場合シャンクスにとってですね聖地マリージョアで生まれたというよりも、憧れの船長であり育ての親であるロジャーに拾われたゴッドバレーこそが故郷となると考えられ、辻褄が合ってきます。しかしシャンクスは俺の故郷の酒と言って白ひげの元を訪れています。つまり故郷の酒を持って来られるということは、まだ故郷が存在している可能性が高く、矛盾が生じてしまうです。ゴッドバレーは跡形もなく消えているんだ。そう、戦国がこう語っている通り、なぜならゴッドバレーはですねすでに存在していないからです。
そしてシャンクスの故郷がウエストブルーとなるケースの二つ目が、ロジャー海賊団の初期の拠点がですね、ウエストブルーだった場合です。いくらロジャー海賊団とはいえ、まだ赤ん坊のシャンクスをですね、海上でずっと育てるのは、非現実だったのではないでしょうか。つまり赤ちゃんであるシャンクスを育てるために、どこかを拠点にしながら冒険を続けていたと考察できます。そしてその拠点がウエストブルーだった場合、物心ついたシャンクスにとってもウエストブルーとなるのは不自然ではないですよね。最後にシャンクスの故郷がウエストブルーとなるケースの3つ目が、シャンクスの母親がですね、下地民に戻された場合です。よし、妻にしてやるへ。では、第13夫人として聖地へ、お迎えする手続きを。ああ、1番から5番の妻は、もう飽きたから下地民に戻すぞへ。第499話で、シャルロス星が看護師マリーを気に入り、狂犬を発してですね、夫人を迎え入れてましたよね。つまりですね、天竜人は、天竜人同士の男女で結婚するケースと、気に入った下界の人間をですね、強制的に天竜人に仕立て上げ結婚するケースの二通りがあります。当然この狂犬はフィガーランド犬を持っていると推測できます。つまりフィガーランドの当主がですね、下界の人間を気に入り気まぐれで下地民に戻した女性がシャンクスを身ごもっており、ウエストブルーで産んだという可能性が十分考えられるんです。しかしこの場合ですね、シャンクスの母親はすでに下地民に戻された人間ということになり、シャンクスのフィガーランドの血筋がそこまで強いものとは言えなくなります。そのシャンクスのためにわざわざ五老星が第907話でですね、時間を作ったという違和感が生じてしまいますよね。しかし仮にシャンクスがフィガーランドの血筋の最後の生き残りだった場合どうでしょう。シャンクスの血筋はこれ以上なく重要なものになってくることになるんです。そして今から38年前、ロックス海賊団とロジャー海賊団、海軍の同盟軍との戦い、ゴッドバレ事件に巻き込まれた天竜人フィガーランド家は、唯一の跡取りであるシャンクスを生き延びさせるため、宝箱に隠しました。そしてその宝箱を見つけたのがロジャー海賊団だったんです。そして当時1歳だった息子シャンクスは、こうしてロジャー海賊団に迎え入れ、成長していくことになります。そして今から38年前から26年前。この12年間、シャンクスは順調に海賊として成長していきます。そして詳細な時期は不明ですが、ロジャー海賊団見習いとなり、ロジャーから麦わら帽子を継承し、同じ見習いのバギーと知り合います。そしてシャンクスは同期のバギーと共に、時に喧嘩し、時にレイリーに怒られ、時にバギーと共に共闘したり、バギーにバラバラの実を食べさせるきっかけとなったり、数々の経験を積んでいきます。そして26年前、白ひげか、久しぶりだな。えへへ、一丁やるか、生きてこその殺し合い。そしてシャンクスが13歳となった頃には、第965話で描かれたとある島で白ひげ海賊団との3日3晩にわたる戦いに参加できるほどの力を身につけるまでに成長しているんです。そしてこの時シャンクスは因縁の相手マーシャル・ディ・ティーチとロジャーがラプテルに近づくためのキーマンコウスケ・オデンとも出会っているんです。そしてオデンと出会ったことによりポーネグリフを読み解くことができるようになったロジャー海賊団は破竹の勢いで最後の島ラプテルへと舵を取ることになり、シャンクスはさらなる冒険の日々を過ごすことになるんです。そして今から25年前、ロジャー海賊団がいよいよ最後の島ラフテルへの航海に出る矢先、同じ見習いのバギーが高熱を出したので、シャンクスは看病を買って出て船に残ることになります。行くんだったら俺たちはいつか自分の船で行くよ。第967話で自らの船でラフテルを目指すことを誓ったんですが、ラフテルから帰還し全ての真実を知ったロジャーにシャンクスは何かを質問し、その後泣いてしまいます。そしてここで注目したいのは、もちろんシャンクスが泣いた理由です。その理由は大きく3つ考えられます。1つ目に自分の出世の秘密を知らされたから、2つ目にロジャーが一人でですね世界政府に立ち向かうつもりだったから、そして最後3つ目にですね、ロジャーが自分の夢を果たせなかったから。それでは順を追って解説します。シャンクスが泣いた理由の一つが、ロジャーに自分の出生の秘密を知らされたからです。シャンクスは生まれた時からロジャー海賊団に所属していましたが、物心つくにつれ自分の出自についてですね疑問に思う瞬間があるはずです。そして難しい話は割愛しますが、これは人間が成長する上で自己認識を形成する第一段階として発達心理学で証明されているんですが、自分は一体何者であるのかということを理解する時期のことを指します。そしてロジャーがラフテルからの帰還後、解散することは仲間たちにもですね覚悟していると語っていました。当然その描写の中にシャンクスも描かれていたので、シャンクスもですねこれがロジャーと一緒に冒険をする最後の旅だと覚悟していたはずです。そしてシャンクスはその最後のタイミングで自分の出生の秘密を知ったんです。ロジャーがひっくり返したかった世界政府を創設した天竜人だったこと。そう、つまりシャンクスの出自はロジャーと敵対する側にいたという構図になりますよね。そしてシャンクスは長らくロジャー海賊団の一員として数多くの旅に同行し、当然ポーネグリフに記された真実についてもかなり知っていたと考えられます。だからこそ自分
分の出自に少なからず衝撃を受けた可能性は十分考えられます。そしてロジャーはですね、敵だとか味方だとかで人間を区別するような器の小さな男ではないです。つまり真実をシャンクスに伝えた上で、なおロジャーはシャンクスを育て上げた息子のように思っていることを伝えたのではないでしょうか。残酷な真実と同時に温かいロジャーの心意気にも触れ、シャンクスは涙したんだと思われます。シャンクスが泣いた理由の二つ目が、ロジャーが世界政府に一人で自首するという形で立ち向かうつもりだったからです。エースの最後の行動を聞いて驚いた。それじゃあまるでロジャー船長だ。俺は船長に時には逃げて欲しかったし、泣いて欲しかった。第591話でシャンクスはエースの最後の行動をまるでロジャー船長だと語ってますよね。そしてエースの最後の行動は、最後まで白ひげという自分の信念に準じ、最愛の弟ルフィを守るために世界政府所属の海軍相手に立ち向かっています。つまりロジャーの自首はシャンクスを含めたメンバーを守るためにたった一人で世界政府に立ち向かうことだったとも捉えられるんです。俺は死なねえぜ相棒。さらにロジャーが冥王レイディに伝えた最後の言葉から察するに、ロジャーの意志や思いは死なないという意味に受け止められますよね。つまりロジャーは死ぬんですが、自分が死ぬことによって世界をひっくり返すという野望に近づくためにたった一人でロジャーが世界政府に立ち向かっていることがわかります。ちなみにロジャーはですね、生物として死ぬんですが、ロジャーの意志に関しては死ぬ気はこれっぽっちもなかったと推察できるんです。しかしたった一人でも戦いに行く船長の覚悟を見て、シャンクスは時には逃げて欲しかったと語っていることから葛藤があったと思われます。その葛藤とロジャーの男としての生き様を尊重する気持ちの狭間で感情が揺れ動いて涙したとも考えられますよね。そしてシャンクスが泣いた理由の三つ目が、ロジャーが自分の夢を果たせなかったからです。俺はロジャー、レイリー、俺と一緒に世界をひっくり返さねえか。俺たちは早すぎたんだ。シャンクスにとってはロジャーは育ての親であり船長です。そんなロジャーの目標や夢はシャンクスにとっても叶えてほしい重要なものだったに違いありません。ルフィは海賊王になる男だ。あいつはいずれ海賊王になる男だ。未来の海賊王の仲間になろうっちゅう男が四皇ごときに臆しておられるか。四皇だから逃げる。お前あんのか。うちの船長を海賊王にする気はよ。いつかこの海の王になる男なんだ。彼こそ海賊王の領域にふさわしい男。私たちの船長には命をかける価値がある。我らが麦わらのルフィ船長はいずれ海賊王になられるお方。ルフィは海賊王にはなります。絶対に。麦わらの一味たち仲間全員が船長の夢が実現すると信じているように、ロジャー海賊団の仲間たちもずっと船長が夢を実現してくれると信じていたはずです。当然シャンクスもそうだったでしょう。しかしロジャーはラフテルに到達して真実を知り、ロジャー自身の夢が自分の世代では叶わないことを知ったんです。そしてその真実をシャンクスにも伝えたとしたら、シャンクスにとってどれほど残念で悲しかったことでしょうか。男が涙するのに十分な理由になるとも考えられます。ここまで解説しましたが、シャンクスが泣いた理由はですね、決して一つだけの理由ではないと思われます。この三つ全ての理由が重なり、心に去来した複雑な心境から涙したのではないかと考察します。そして今から24年前、ロジャーがローグタウンで処刑されたその日、15歳になったシャンクスはロジャーの最後を見届けに行っています。雨が降りしきる中でシャンクスは船出をするんですが、その際ですね、同じくロジャーの処刑を見届けに来ていたバギーを誘います。俺と一緒に来いよバギー。おめえの部下なんざ真っ平だバーカ。しかしバギーに断られたシャンクスは、そのまま一人海賊として大航海時代が始まった大海原へと繰り出すことになります。そして今から24年前から20年前、シャンクスはまず仲間探しのために出ます。ヤソップって男の評判を聞いてきたんだ。あ、俺はシャンクス、海賊だ。22年前にはですね、ワンピースフィルムストロングワールドの入場者特典ゼロ巻に描写されている通り、ウソップの父親ヤソップとすでに出会っています。詳細な時期は不明ですが、22年前から20年前のどこかで、シャンクスは強力な仲間、ベンベクマンやラッキールーといった、古参の仲間たちを集めて、赤髪海賊団を旗揚げします。また24年前から14年前の10年間で、シャンクスは剣の腕を磨き、ビホークと互角の決闘を日々行っていました。ちなみにこの戦いの日々がですね、伝説とまで歌われるものになったのです。そしてここで注目したいのは、なぜシャンクスが自分の腕を磨き、強力な仲間たちを募ったのかということです。その理由はですね、シャンクスがロジャーの意志を継いでいるので、ロジャー海賊団がなせなかったことを成し遂げようとしているからだと思われます。これは後ほどですね、ゴムゴムの実強奪事件の理由のところで合わせて解説したいと思います。
そして今から19年前、これは作中では語られていませんが、技術祭となったシャンクスはここで敵戦から奪った宝箱の中からワンピースフィルムレッドのメインキャラである当時2歳のウタを発見します。シャンクスはそのままウタを娘として赤髪海賊団音楽家として共に冒険を続けていくことになります。そしてここで注目したいのはウタを発見した時、まだシャンクスの左目には3本線の傷がなかった点です。そして今から19年前から13年前の間、シャンクスはマーシャル・ディ・ティーチから因縁の傷を負わされることになります。今、うずくのはこの傷だ。俺にこの傷を負わせたのは、お前んとこの黒ひげティーチだ。俺は油断などしていなかった。第434話でシャンクスはこう語っている通り、シャンクスの左目の3本線の傷をつけた男こそが黒ひげです。それではなぜ黒ひげとシャンクスは、ここで一度敵対しているのでしょうか。その理由として考えられるのが、シャンクスと黒ひげの最終目的が、それぞれ対立しているからだと考察します。先ほどもちらっと触れた通り、シャンクスは高確率でロジャーの意思を受け継いでワンピースを目指しています。つまりですね、シャンクスがロジャーの意思を受け継いでいるとしたら、ラフテルに時期を見て上陸しワンピースを手に入れ、そしてロジャーが果たせなかった世界をひっくり返そうとするはずですよね。対して黒ひげはどうでしょうか。結論を言うと、黒ひげが受け継いでいるのはロックス T.G. ベックの意思です。黒ひげとロックスに関しては過去にも様々な考察動画を上げていますが、根拠としていくつか挙げると、黒ひげがロックスにこだわっている描写の数々です。これは皆さん知っている方も多いと思います。まず黒ひげが提督として乗船している海賊船の名前はサーベル・オブ・ジーベック号。このジーベックはですね、もちろん作中に登場している唯一の名前、ロックス・ジーベックのことです。そう、つまりロックスの剣という意味なんです。さらに現在黒ひげが元締めとして拠点としている海賊島八の巣、実はここはロックスがロックス海賊団を結成した場所でもあります。またロックスによって実力のあるものがかき集められた殺し合いの絶えない集団だったロックス海賊団、黒ひげもインペルダウンで殺し合いをさせ、実力あるものを仲間に引き入れたりする手札も非常に似ていますよね。こういった細かい点からも黒ひげがロックスをリスペクトしていることがわかります。そしてロジャーが世界をひっくり返すことを最終目標だとした場合、ロックスの最終目標は世界の王になることでした。つまり世界をひっくり返す必要はなく、構図的にはですね、世界政府の立ち位置を奪うだけでいいんです。そしてまさにそのことを白ひげは見透かしているように死に際に言い放っていましたよね。お前じゃねえんだ、ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ、お前じゃねえ。つまりですね、この時点でシャンクスと黒ひげが対立することは避けられず、19年前から13年前のどこかで鉢合わせて戦闘になったと思われます。そしてですね、当時のシャンクスがどこまでのですね覇気を使えていたかは不明ですが、仮に見聞色の覇気を使うことができていた場合、全く油断していないシャンクスに傷を負わせたことから、間違いなく黒ひげには未だに明かされていない何かしらの特殊な能力がある可能性が高いんです。そして今から13年前から12年前、シャンクスは赤髪海賊団を率いて政府が護送していたゴムゴムの実を奪うために護送船を襲撃します。 CP9 が乗ってるみてえだ、面倒だな、構わねえ、行くぞ。13年前、政府の船で護送中の悪魔の実が奪われた。当時 CP9 だったフーズフーもですね、護送船に乗船していましたが、結局なすすべなく赤髪海賊団にゴムゴムの実を奪われてしまいます。余談なんですが、この事件をきっかけにフーズフーは後にゴムゴムの実を口にしたルフィにですね逆恨みすることになるんです。そして40億間で12年前のシャンクスの懸賞金が10億4000万ベリであることが判明しています。ここで注目したいのがですね、なぜシャンクスはですね危険を押してまで政府の護送船からゴムゴムの実を奪ったのかということです。その答えこそがですね、シャンクスがゴムゴムの実の正体がですね人々の実幻獣種モデル2価であることを知っていたからです。これが G2-1055話でシャンクスはギアフィフスとなったですねルフィの白い姿の懸賞金を感慨深げに眺めていましたよね。そしてシャンクスの表情からも確実に政府が隠していたゴムゴムの実の正体を知っていたことが伺い知れます。そんな重要なゴムゴムの実を奪ったシャンクスはイーストブルーの風車村を拠点に1年間にわたり航海を続けます。そしてそこである一人の少年と出会うんです。それがモンキー D ルフィ。ちなみに本編では描かれていませんが、ワンピースフィルムレッドの劇中の描写ではこのタイミングで歌がエレジアでトットムジカを歌ったことでトットムジカがですね権限し、ゴードン以外の国民が全滅する事態に発展します。歌の引き起こした事件の罪をですねシャンクスが全て背負い、ここで歌と別れることになります。しかしルフィとの関係の前に注目したいのが、シャンクスがイーストブルーを1年間にわたり公開していた理由です。結論から言うと
とですね、シャンクスはロジャーの息子を探し出し、ゴムゴムの実を与えようとしていたからだと考えられます。ワンピースか。誰が見つけるんだろうな。そりゃ俺の息子だな。第968話でロジャーとレイリーのやりとりがあるんですが、当然描写から見てもこの話は、シャンクスも聞いている可能性が高いですよね。ロジャーが海賊らしからぬ父親を思わせる行動を、ここで目撃されています。奴の投獄から10ヶ月以内に、生まれる赤子をすべて調べろ。身ごもっている女もだ。疑わしき母親は殺せ。さらにですね、仮にたまたまシャンクスが宴に参加していなくて聞いていなくても、大々的にロジャーの赤子と母親を探す海軍の動向を知っている可能性は十分考えられます。つまりシャンクスはロジャーに子供がいる可能性を知っていて、ロジャーの生まれ故郷であるイーストブルーで1年かけてですね、探していた可能性があるんです。そして鍵となるゴムゴムの実をロジャーの子供にですね、継承させようと考えていたと考察できます。しかしここでシャンクスは予期せぬ事態に見舞われてしまいます。それがゴムゴムの実をルフィに食べられてしまったことです。シャンクスが1年にわたりゴムゴムの実を与えるためにロジャーの子供を探していたとすると、このゴムゴムの実こそがロジャーの目標であった世界をひっくり返すために必要な悪魔の実である可能性が高いんです。そしてその根拠となるのがロジャーがラフテルにたどり着いたことで全てを知っていたことです。ロジャーが全てを知ったことから、まず間違いなく世界政府が隠し続けてきた空白の100年の真実にたどり着いています。そしてそこには当然解放の戦士ジョイボーイについても書かれていたはず。そしてジョイボーイは高確率で人々の幻獣種モデル2価の覚醒者です。ジョイボーイ、俺はお前と同じ時代に生まれたかった。第967でロジャーはこう語ってますが、実はこのセリフ、空白の100年に存在したジョイボーイと同じ時代に生まれたかったという意味と、今後生まれてくるジョイボーイと同じ時代に生まれたかったという2つの意味で捉えることができるんです。そして後者の意味だった場合、ロジャーが俺たちは早すぎたと言ったこととも辻褄が合ってきます。そしてこの時ロジャーはすでに余命いくばくかの状態でした。そう、つまり今後生まれてくるジョイボーイと同じ時代を生きることは叶わない状態だったんです。そして今後生まれてくるジョイボーイ、つまりルフィが生まれてくる時代にロジャーは一緒に生まれたかったと言っていたことになります。そしてこの発言を捉えると、おでんの968話のセリフも辻褄が合ってきますよね。今まではこの鎖国に意味があった。だがいつかジョイボーイが現れる日までに開国せねば。つまり最後の島ラフテルでロジャーたちが知った事実は、ジョイボーイがいつ復活するのかだったと推測できます。そしてロジャーが目指した世界をひっくり返すという目標には、ジョイボーイが必要だということにもつながります。それではロジャーは今後生まれてくるジョイボーイという存在を導くことはできません。しかしロジャーはですね、誰かにこの役目を継承させたんです。もうお分かりですよね。そう、それこそがシャンクスなんです。当時奴が被ってた麦わら帽子もゴムゴムの実もあいつが継承しちまってんだから。レイリーさん、俺は本当に驚いたよ。イーストブルーにロジャー船長と同じことを言うガキがいたんだ。船長のあの言葉を新しい時代にかけてきた。だからこそシャンクスはロジャーの意志を継ぎ、自らの左腕を失ってまで復活したジョイボーイであるルフィに全てを継承したんです。俺の大切な帽子だ、いつかきっと返しに来い、立派な海賊になってな。そして12年前、シャンクスはルフィとの再会の約束をして再びグランドラインへと出航していったんです。そして今から6年前、シャンクスは四皇に数えられるまでになります。正確な時期は明らかになってないんですが、四皇になったことでですね、このタイミングでシャンクスの懸賞金が現在の4億4890万ベリーに上がったと考察しています。そして6年前以降、おそらく4個になったタイミングの後のどこかで、シャンクスは世界政府のトップ、五老星と接触した可能性があります。その大きな理由としてですね、五老星が懸賞金をつける立場にあることです。そしてシャンクスが懸賞金をかけられる前までは、世界政府と繋がっていなかった根拠はですね、先ほども説明した通り、シャンクスがゴムゴムの実を奪ったことです。ゴムゴムの実はいつの時代も世界政府が回収を試みてきたが、決してその支柱に収まることはなかった。大戦44まで五老星たちが800年もの間ですね、ゴムゴムの実を探し求めていたことが判明しています。13年前、政府の船で護送中の悪魔の実が奪われた。しかし大戦18話でフーズフーによって明かされた通り、世界政府が探し求めていたゴムゴムの実を他ならぬシャンクスが奪っているんです。つまり仮にこの時点でシャンクスと五老星が繋がっていたとしたら、壮大なマッチポンプとなってしまい、五老星が二課の覚醒に動揺している描写が全て嘘となってしまうからです。そしてこのことからですね、少なくともシャンクスが五老星と接点を持ったのは13年前以降だと考えられますよね。そして
して五老星とシャンクスがですね接点を持っている状況で40億を超える超高額な懸賞金をつけるのは少し不自然なんです。そしてシャンクスが40億4890万ベリーの懸賞金がかけられる4個になったのが先ほども説明した通り6年前、つまりですねシャンクスが世界政府と接点を持ったのはここ6年前以降の間のどこかのタイミングだということがわかります。そして今から5年前、シャンクスは冬島を拠点にしている際、自分の元を訪れた一人の男と出会います。それがポートガスディエースです。結局エースと意気投合し宴をするんですが、おそらくシャンクスはこの時、エースがロジャーの実の息子だったことは知らなかったと思われます。そして今から2年前です。この辺りからはですね、シャンクスの動向は明確に原作で描かれていますよね。ルフィに懸賞金がかけられたことをですね、二日酔の状態でミホークから聞かされ元気になったり、黒ひげを狙うエースを止めさせようと白ひげにやったり、頂上戦争の漁夫の利を狙うカイドウと小競り合いをしたり、頂上戦争を終わらせに来たり、まさにシャンクスが大きく動いた1年だったんです。ちなみにシャンクスが頂上戦争を終わらせられた理由は、最初に考察した通り、天竜人とフィガーランド家の血筋だからだと考えられます。その後ですね、シャンクスは白ひげ海賊団の残党であるマルコたちを助け、白ひげの故郷スフィンクスに白ひげとエースの墓を建てるんです。そして2年前から現在にかけて、シャンクスはここ数年でまた大きく動き出します。まず2年前、ルフィが修行期間中、シャンクスは四皇として最悪の世代を相手にしています。それがユースタスキャプテンキッド率いるキッド海賊団。俺たちの標的は、四皇赤髪のシャンクスだ。この左手は、その前の赤髪海賊団との抗争で失ってた。ちなみに、第1056話でキッドが語っていた、火の傷の男についての情報は、シャンクスから教えてもらった可能性が高いです。なぜならキッドの動向は、赤髪海賊団との抗争以降、ホーキンスとアプーと同盟を組もうとし、そのままカイドウに捕まっていることから、ポーネグルフに関連した情報を知り得るタイミングがシャンクスと戦った時ぐらいしかないから。またシャンクスも新時代の挑戦を歓迎している節があり、ヒントとなる情報を教えないというケチくさい行動をするとは考えられず、さらにルフィだけに肩入れするほどの器の小さい男ではないからです。続いてシャンクスはですね、詳細な時期は不明ですが、扉絵シリーズ連載5億の男編で、ある荒廃した島で行われた結婚式に赤髪海賊団全員で言っていることがわかります。そしてここで注目したいのは、もちろん誰の結婚式だったのかということです。可能性として考えられるのは3つです。まず可能性の1つが赤髪海賊団のメンバーです。では赤髪海賊団のメンバーで結婚式を挙げるとしたら誰なのか、考えられる1人目がラッキールーです。実は赤髪海賊団が登場する837話と838話の扉絵の中で、ルフィにゆかりのある幹部たちが登場しているんですが、実はラッキールーだけが登場していません。つまりですね、新郎として清掃していたから登場していなかったとも捉えることができます。続いて考えられるのがシャンクス自身です。ネットや SNS などではですね、よくですねシャンクスとマキノの結婚式だったのではという考察もあるんですが、その根拠となっているのが第614話でマキノが赤ちゃんを抱えていることです。まず扉絵で赤ちゃんを抱くマキノを祝福している村人をよそに、村長のですねウープスラップだけは険しい表情をしています。そしてウープスラップはですねルフィを心配しつつも、海賊となることはですね村の汚点と呼んでいたり、海賊に対してはあまりいい印象を持っていない真っ当な価値観の持ち主。そしてマキノの赤ちゃんを見てもウープスラップが祝福しきれていない表情をしていることからですね、マキノの赤ちゃんもですね海賊の血を引いている可能性が考えられます。そしてくしくも第614話のタイトルはやっちまったもんはしょうがねえという意味深なもんでした。そしてタイトルはですねもちろんゾロの発言からつけているんですが、まさに恋愛も生き様も自由にするという海賊っぽいような発言です。少し下ネタっぽくもあるんですが、小田先生ならそういった伏線の仕掛け方をする可能性は十分考えられます。牧野さんも母親になったというわけです。幸せそうですね。父親はやはりあの人かな、あの人だろうな。そして牧野の抱えている赤ちゃんについて63巻の SBS で正式に小田先生がヒントを答えています。あの人と言っていることからもわかる通り、作中で過去に牧野と接点があった男性キャラということになりますよね。そして牧野さんと接点のあった男性キャラといえば、ルフィ、エース、サボ、村長のウープスラップ、ガープ、そしてシャンクスを含めた赤髪海賊団の古参メンバーたち。この中でも海賊であるのがですねルフィ、エース、そしてシャンクスたちに絞られます。しかし小田先生がルフィとエースをぼかした呼び方をするにしても、あの人と呼ぶイメージはあまり湧きません。そうなると必然的に赤髪海賊団のメンバーに絞られ、一番信仰のあったシャンクスが最有力候補になるんです。しかしですね、仮にシャンクスとマキノが結ばれていたとしても、結婚というですね身を固めたような印象は作中からは感じられません。そしてそれは最初のラッキールーにも言えることで、結婚式が赤髪海賊
団のものであった可能性はかなり低いと思われます。続いて2つ目の可能性がシャンクスとゆかりのある人物です。シャンクスとゆかりのある人物はロジャー海賊団時代の仲間、例えばバギーやですね、今は飲み友達のような関係になっているミホークあたりが考えられます。しかしバギーが仮に結婚したとしてもシャンクスを呼ぶとは考えづらく、ミホークもわざわざ荒廃した島まで出向くようなイメージがありません。そこで考えられるのが赤髪海賊団傘下の海賊の結婚式です。これは現実的に考えてもかなりあり得ると思ってます。例えば一般企業でもですね、結婚の報告をするときに必ず直属の上司、そして会社の社長には報告します。しかし一般企業だと会社の規模にもよるんですが、普通社長を結婚式までは呼ぶことは少ないと思います。特にシャンクスが率いるような大船団だと現実世界では大企業クラスになるでしょうから、普通の社長は祝電を送って終わりでしょう。しかしシャンクスの場合はですね、その兄貴肌の性格や宴好きなことから傘下の結婚式でも十分に参列する可能性は高いと思われます。そして3つ目の可能性が、そもそも知らない人の結婚式である場合です。第838話の扉絵を見ると、シャンクスの背後にある教会から白い鳩が一斉に飛び立ち、さらに参列者がですね、教会の方を向いて手を挙げています。つまりですね、今まさに新郎新婦が教会から出てきたタイミングだとも推察できますよね。しかしそんなタイミングでシャンクスやベンベックマンは全く違う方向を見ているんです。シャンクスに至っては新聞を見ていますよね。つまりシャンクスたちにとって結婚式を挙げている人物は縁もゆかりもない可能性も十分考えられます。その場合ですね、結婚式に参列するのが目的ではなく、荒廃した島に何かをしに来たことが目的。しかしさすがに全く関係のない結婚式をわざわざ小田先生が描写してくるとは考えづらく、可能性は低いと思われますが、その可能性もゼロではないと思われます。そしてその後シャンクスはですね、レベリー前日に五老星と面会しています。何の用かね、わざわざここまで。ある海賊について話が。結論から言うと、シャンクスが第907話で語ったある海賊はルフィである可能性が非常に高いと思ってます。まずはある海賊イコールルフィである最大の根拠が、五老星が注目している海賊がルフィだからです。そもそもいい情報にせよ悪い情報にせよ、わざわざ時間を作って五老星がシャンクスから得た情報を無視することは絶対にないですよね。つまりいい悪いは関係なく、ある海賊について情報をもたらされたら必ず五老星はそのある海賊に注目するはずです。そして現在五老星たちが直属の部下である CP0 を送り込んでまで監視している海賊がいます。それがモンキー D ルフィ。つまりシャンクスが五老星に伝えたある海賊というのがルフィであるからこそ、五老星たちは CP0 にルフィを監視させ、注意深く情報を収集していると考えられるんです。もちろんそれで言うと、ある海賊イコールロビンという可能性もわずかにあります。しかしロブルッチ経由でロビン連行の指示があったのが第1028話であり、この時すでにですね、カイドウ陣営と麦わら陣営はかなりの混戦となっており、ワノ国の戦いも佳境に入っていました。さらに五老星もニコロビンぐらいはと軽く扱っていることからもわかる通り、ロビンへの注目度はそれほどまでに高くなく、あくまでもロビンはルフィの副産物としてしか見られてないんです。むしろ五老星たちはずっとルフィの話しかしてないですよね。他に黒ひげという可能性ももちろんあるんですが、五老星の注目度といったらそこまで高くないことがわかります。なぜならシャンクスに聞かされた海賊が黒ひげだった場合、五老星がサイファーポールや海軍に黒ひげをマークさせる可能性が高いからです。しかしサイファーポールの主戦力はワノ国に送り込み、ルチたちはベガパンクのところへ向かわせています。さらに黒ひげとローが衝突している現在、赤犬が決着待ちとマークしているとも受け取れますが、第1059話では日本ヶ島を襲った黒ひげは海軍の後ろから登場しており、海軍がマークしていたとはとても思えない描写となっています。以上よりですね、シャンクスのもたらしたある海賊の情報は高確率でルフィであると考えられます。そして現在ナーベック、そろそろ取りに行こうか、ワンピース。シャンクスはいよいよラフテルに向け、舵を取ります。そしてここまで解説してきた通り、ロジャーの意思を継ぎ、ジョイボーイであるルフィを導くため、シャンクスの最後の冒険が始まると考えられるんです。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか？ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。では